ジグマール・ガブリエルは、ドイツの政治家、ニーダー・ザク選ン州議会議員、同州首相を務めた後、2005年発足の第1次、メルケル内閣で、環境、自然保護、原子力安全大臣、2013年発足の第3次、メルケル内閣では、経済、エネルギー大臣、連邦副首相、外務大臣を歴任した、ドイツ社会民主党所属で、 2009年から2017年まで、同等党首、ニーダーザクセンゴスラー生まれ、アビトゥア合格5兵役を経て、ゲッティンゲン大学でドイツ語学、政治学、社会学を学ぶ。1988年に、ギムナジウム教員資格国家試験に合格。1989年から翌年まで、ゴスラーの国民高等学校で教員として働く。 1976年から1989年までドイツ社会民主党に近い立場だが、よりマルクス主義よりの社会主義青少年団体に所属、加入後すぐにゴスラー地区代表に就任、後ブラウンシュバイク地区の代表となり、反軍国主義活動に従事した。SPD には1977年に入党した、在学中の1987年に、 ゴスラー軍議会議員に当選。1991年からはゴスラー資産次会員となる。また1990年にニーダーザク選ン州議会議員に初当選。1997年に州議会の東副幹事長。1998年1999年、及び2003年2005年に同幹事長を務める。1999年12月15日。 スキャンダルに関与して辞任した前任者に代わり、ニーダーザク編集首相に就任。しかし、衆議会選挙に退廃して、政権交代を招き、2003年3月に退任した。1999年から2005年までと、連邦執行部に属し、特に2003年から2005年までは、SPD の大衆文化担当委員を務めた。同時期、 SPD ニーダーゼクセン州副代表及びブラウンシュバイク地区代表。なおこの頃のフォルクスワーゲングループとの癒着が2005年になって指摘されたが、検察により違法性はないと判断された。ブラジルでの会議に出席したガブリエル環境省2005年9月のドイツ連邦議会選挙に出馬して当選。 同年11月、大連立により、アンゲラ・メルケル内閣が成立すると、環境省として入閣した、前任者、ユルゲン・トリッティンと同じく、原子力発電所全般に賛成しており、気候変動枠組み条約に続く環境保護の取り組みを主張している、ドイツで開催された第33回主要国首脳会議でも、地球温暖化問題が主要議題となった。 2007年10月の党大会では現役閣僚でありながら党執行部に当選しなかった。2009年ドイツ連邦議会選挙で SPD が大敗し執行部が辞任すると11月13日の臨時党大会で後継党首に選出された。就任演説では下からの意見集約など従来の支持層を回復するための党の構造改革を訴えた。 2009年から2012年まで社会主義インターナショナル副代表を務めた。2011年11月の党大会で党首に再選された。2013年ドイツ連邦議会選挙の結果、連立組会が起こり、SPD はセディとの大連立に合意したことで12月に第3次メルケル内閣が発足し、ガブリエルは副首相権経済、エネルギー省に就任した。 選挙後の連立交渉中に行われた党大会では83.6%の支持しか得られず極めて深刻な結果と表明した2017年9月に予定される連邦議会選挙に SPD の首相候補として出馬するかは長らく態度を曖昧にしていたが2017年1月になって雑誌シュテルンとのインタビューで自身は 連邦首相候補にはならない意思を言明した。首相候補にはマルティン・シュルツを推し、また SPD 党主職もシュルツに譲るつもりであるとも述べた。2017年1月27日、2月に行われる大統領選挙に出馬するため辞職したフランクバルター・シュタインマイヤー外相の公認として外相に就任。2018年3月14日の第4次。 メルケル内閣発足に伴い退任、離婚した夫人との間に位置し、現在は、司会の女性とゴスラーに今日構え、2012年に再婚した、同年、現在の妻との間に次女が誕生した、ドイツ福音主義協会に信徒として属している、フランスの極右政党、国民戦線が2015年12月の地方選挙の1回目の投票で最多得票であった。 これについてガブリエルはアンゲラ・メルケルがフランスに緊縮財政政策を敷いたことで国民戦生が統制を拡大する結果となったと述べた。緊縮財政政策をフランスに押し付けることは危険だと常にメルケルに言っており私の助言をメルケルがしっかり聞いていればマリーヌルッペンは人気を得ることはなかったとガブリエルは述べた。2018年2月17日ミュンヘンで行われた 国際会議で一帯一路は中国の利益のために世界秩序を作り直そうとしているものだ。中国は我々と違い自由、民主主義に基づかないと発言。中東欧で影響力を強める中国の台頭に懸念を示した。ありがとうございます。